さあ金場17号車の皆さんに来ていただきました。まずは監督1年間お疲れ様でございました。今年1年間どうでしたか？いや結構辛い時期もかなりあったんで、まあ、それがこう割と両極端に来た1年やったかなと思いますね、はい。ちなみに塚越さんはどうでしたか今年1年間は？そうですね、本当に辛いことが結構多かったかなと思うんですけど、まあでもいいレース、ね、走りもできましたし、まあいい1年と思って、はい、また来年頑張ります。小暮さんはいかがでしたか今年1年間？そうですね、まあ、チーム力とかね、そういう速さとかすごくあったにもかかわらず、本当はねもっとこういけてたんじゃないかなっていうちょっと悔しさもあるんですけど、でも速さも見据えつけられましたし、まあ、来年につながる1年だったんじゃないかなと思います。はい、来年監督これはもうリベンジしなきゃ、もういろんなものがもやもやが吹っ切れないですよね。そうですね、やっぱりこう なんていうんですかね、自分たちではどうしてもないこととか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、それを乗り越えて、学習して勉強できたと思ってるんで、まあ、それをちょっとリベンジしたいと思います来年。はい、最後に3人お一人ずつですね、スーパー GT ファンの皆さんに一言いただけますでしょうか。まずは監督よろしくお願いします。はい、今年はいろいろありましたが皆さん応援ありがとうございました。来年に向けて、ドライバーチーム一丸となって、開幕から優勝目指して頑張りますので、また来年も応援よろしくお願いします。塚越選手よろしくお願いします。はい、来年早く強くなって、また臨みたいと思います。応援お願いします。小暮選手よろしくお願いします。今年は皆さん応援ありがとうございました。来年は、チャンプ目指していいレースができるように、頑張ります。よろしくお願いします。皆さん来年期待しております。ありがとうございました。すいません、お忙しい中すいません。